しょうか。Thank you.
れもバケモンゴールにやられちまったんだな。今の聞いた？もしかしてそうかも。その列車ってどこ？教えてください。お願い。あっちの方だよ。ありがとう。列車ってまさか。行ってみる価値はあると思うの。おい、案内で。恐ろしいところだったからよ。
えあればこそですわ。Thank you.
おとなしくなさい。
Thank you.
未熟ですね、私も。今ならいける。Thank you.
聞こえてきません。まさか死んでる？まさか。嘘だ。そんなバカな。奴は不死身じゃ。安心して。聞こえてこないのは、もっと大きなエネルギーの高まりが迫ってきているから。こいつか。たまたまここに住んでたって面じゃないな。ええ、おそらくこの霊気の源です。じゃあ倒せれば二人は助けられる？倒せればじゃなくて倒すの。Thank you.
たんだろ。お前の売りは不死身だろ。サラ、僕たちがやるよ。心配かけちゃったわね。ごめんね、クク、マキ君。早く食べこの野郎。すまなかったな。なに、いいってことよ。それより、世の中どえらいことになってるぜ。知ってた？なんでキンキラボクちゃんがいるんだ。あのおじさんは誰。みんなこっちに乗って。みんな無事だね。どっちかっつうと満身創痍っぽいけどな。特に俺。よくここが分かったな。うん、ああ、ミンに返したペンダントのおかげだよ。え、そいつ魔導力が込めてあってね、その反応を追っかけてきたんだよ。ああ、そうでしたか。ほんと、何百年もペンダントの世話になってるよね、私ら。ええ。キャプテン、また新しい船だね。この船はノーチラス。私のせがれ、セドの船さ。ええ、よう。わあ、大海賊セド！本物だ。よろしくお願いします。大海賊セド、セスの息子だったのか。あんたがカイムアラゴナーか。不死の男ウーラの汚れ仕事の専門家。昔の話さ。そしてカイム最愛の妻サラ。よろしくね。ヌマラの千年女王ミン。光栄ですわ。お手柔らかに頼む。こちらこそ。確かあの時はまだこの子は生まれてなかったわ。あれミン、あんたもしかして記憶戻った。ええ、よかったね。ノーチラスともどもよろしくな。それからこのデクノボーは知ってるな。トルタン陛下、なぜここに。こいつもガンガラに手よく利用されたんだよ。では私たちと目的は同じなのですね。ほんと頼りないやつなんだけどさ、一丁前の男にしてやろうと思ってね。オスだろママ。オス、一丁前のオスね。何ですか。目ん玉に変なもん仕込まれてないかなと思ってね。大丈夫だよ、こいつはもうガンガラに捨てられたんだ。
死んだことにされてね。